Look at all you've gone through. All the crazy and the bittersweet too. All the while your heart's on fire. Keeping all to your own desire. Look at all you've endured. Heartaches that have crushed your worth. All the while your mind's at war. You keep coming back for more. Why do you keep coming back for more? Why do you keep coming back for more? この遺跡自体もすごかったけど、こんな装置が昔から北条界の底にあったなんて。もっと早く知りたかったですよ、ブリトラ様。ああ、すまない。ゲートの存在は大衆に近しい者以外には秘匿していたのだ。誰が悪用するか分かったものではないからな。それで何をしようって言うんだ？確かめておきたいことがあるのよ。
クリスタルタワー調査団ノアの報告によれば、第13世界でも短時間であれば容易化することなく活動できるらしいの。けれど傷を負って体内エーテルが不安定になったり、長時間滞在したりした場合などは容易化する危険性が高い。グレハティアは五根の霊輪があれば容易化を防ぐことができるかもと言っていたけれど、実際に第13世界へ渡る前に確認をしておく必要があるわ。確認ね。早い話が実験だろ。そうね。どうすれば五根の霊輪の効果を実証できるか、あなたなら分かって。ええ、正解よ。さすが冴えているわね。かつてブリトラが人形を送ったように、私たちは使いまで実験することにしましょう。たとえ小さなクラックでもインプのような定位の用意なら通過してきてしまう。言い換えればその程度の使い魔ならば、こちら側からでも送り込むことができるということ。とはいえ本当ならこの使い魔だけは使いたくなかったのだけれど、手段を選んではいられないわね。魔女と名乗るヤシトラがそこまで言うとは。一体どんな使い魔なんだ。海より昇りて雲となり、山より落ちて雨となり、川より下って命とならん。トゥルルル、あわわ。何か悪いもんでも食ったのか、あいつは。とっても可愛いじゃない。確実にゲートを通過させるためには、最もエーテル量の少ない使い魔を呼ぶ必要があった。それはいいのよ。ただなんで術式の最後にあんな詠唱の言葉を織り交ぜたのか、子供の頃の自分に会うことがあったら問い詰めたいわね。ともかくこの子たちをボイドゲートの向こう、第13世界へと送る。片方のノッケンには五根の霊輪を含ませて。第13世界から呼び戻した後の2体の状態を観察することで霊輪の効果を検証するというわけ。ブリトラはボイドゲートの制御をお願い。分かった。ゲートを開いている間は向こう側から妖異が侵入してくる可能性がある。エスティニアンはニッダーナの護衛を。ああ。万が一のためにあなたも備えておいて。
いつもながら頼りにしてるわよ。さあ始めるわよ。ノッケン、行って。そろそろいい頃合いね。ノッケン、戻ってきてちょうだい。ご苦労様、よく頑張ったわね。かわいそうに容易になりかけているわ。用意が来るぞ。すぐにボイドゲートを再封印する。アルザダール三世の名において命じる。異界の扉よ、その口をつぐめ。今のでボイドゲートの危険性が嫌というほどよく分かったわ。それで一目瞭然だとは思うが、実験の結果はどうだったんだ？五光の霊輪を組み込まなかった方の個体はエーテルが乱れてよどんでしまっているわね。ニッダーナの言葉通り容易になりかけているのよ。一方、霊輪を混ぜて作った方の個体はエーテルも綺麗なままで安定しているわ。ありがとう。ゆっくりお休み。グラハの読みは正しかったということか。ええ、けれど容易にならなかった方も
無事なように見えて、霊輪には劣化の兆候が見られるわ。本来五根の霊輪は精神汚染を誘発するエーテル放射から魂を守るために作られたもの。防ぐべきエーテルの波長が異なれば影響も違うということね。第十三世界の乱れた環境エーテルに対応できるように調整してあげる必要がありそうだわ。この状況で今更だが、第十三世界ってのは一体どんな場所なんだ？分かるように説明してくれ。そうね、いい機会だから第十三世界についておさらいしておきましょう。第十三世界は闇の反乱によって無、ボイドと呼ばれるようになった世界。エメトセルクによれば強引に世界の再統合を試みた結果らしいけれど、結局は統合する価値もない世界になり下がってしまった。その原因について三頭身をめぐる戦いで出会った不滅なる者ウヌク・アルハイはこう話していたわ。第十三世界では聖石と呼ばれる石に万神の力を封じる魔法が発達していた。そして彼の世界の英雄たちは戦いの中で聖石の力に飲まれ、魔を食らう用意へと落ちてしまった。しかしそれを止める力を持つ光はあまりにも弱く、闇の反乱から世界を救うには至らなかったと。あとはそうね、あなたは実際にノアの一員として第十三世界に渡った経験がある。そこで目にした光景について教えてもらえるかしら。闇に覆われた太陽すら失われた世界、あるのはただエーテルを食らう無数の妖異だけ。まさにボイドの呼び名にふさわしいわね。その通り。だからこそ私は君たちがあの世界に渡ることを進めようとは思わないのだ。第十三世界へ渡ることはあくまで一つの過程に過ぎないの。この旅路は分かたれた世界のすべてへと通じていて、私はこの世のあらゆるものを解き明かすためにここにいる。ご心配は無用だわ。そのための一歩としてどうにかして霊輪を調整してあげないとね。それなら私は人造アトモスの製作に入らせてもらうわ。問題は異列教の資料だけじゃ情報が少なすぎること。メーガドゥータ宮にある大衆一族の記録庫にも入らせてもらえませんか。ブリトラ様。ああ、聞いているとも。帰り次第管理たちに話しておこう。それじゃあ私たちは先に戻っているわね。